デュアルモードビークル、デュアルモードビークル、デュアルモードビークル、DMV とは、ここでは全車について記す。日本では、利用の少ない路線のコストを削減するため、北海道旅客鉄道、以下、JR 北海道が、日本除雪機製作所と実用化に向けて、共同開発していた。同じコンセプトの車両は、イギリス、シルバーティップ、デザイン車、ランカスター大学、 ノーザンブリア大学などの共同開発など数カ国で研究されているが、ここでは JR 北海道が開発していたものについて述べる。キャブオーバーのマイクロバスをベースに軌道走行に必要な改造を加えてあり、外見や基本的な構造は一般的なバスとほとんど同様である。動力源は種車のものを活かしたディーゼルエンジンでゴムタイヤと 金属車輪の両方を備えており、道路走行時は金属車輪を持ち上げ、ゴムタイヤのみを用いる。線路上を走行する際は、前輪ゴムタイヤの全部に格納された金属車輪、全部ガイド輪をレール上に下ろして案内用とし、前輪ゴムタイヤを持ち上げて浮かせる。一方、後輪ゴムタイヤ後部の金属車輪、後部ガイド輪をレール上に下ろして案内用とするが、 後輪ゴムタイヤも駆動輪としてレール上扱に接する。動力を後輪のゴムタイヤから直接レールに伝えることで軌道上を走行する。後輪ゴムタイヤはダブルタイヤの内側タイヤのみがレールに接する。また、この時での後輪のゴムタイヤと後部ガイド輪との間の荷重配分は60、40から36、64の間で変化できる。 道路走行から軌道走行に切り替えるときは、車体をうまく線路上に誘導するため、地表に設置された専用のポインター、走行モード切り替え装置、モードインターチェンジが必要となる。この装置によってスムーズな切り替え作業が可能となり、約10秒間という短時間で走行モードを切り替えることができる。走行モード切り替え装置は左右のレールの外側に、 設置された2本のガイドウェイで構成される。車体全部と後部のガイドローラーをガイドウェイに沿わせて、車体を前進させることで、車体をレール中心上に誘導する。ただし、ガイドウェイとガイドローラーのみでは車体を完全にレール中心にセットすることが困難なため、この装置付近のみレールの幅、機間が約 70mm 広くなっている。これに伴い、 車体側の金属車輪の踏み面の幅も広めになっている。前詞とも言うべき日本国有鉄道国鉄のアンヒビアンバスではこの走行モード切り替えに多大の手間を要したことから実用化が断念された経緯、口実があり、この点には特に注意が払われている。一車両あたりの定員が少ないが車両同士を連結可能として総括制御が可能なシステムとされ、 輸送単位の小ささを補う。運行管理には GPS が用いられる。最小限の設備投資で路線を拡張できるとして、私鉄や第三セクター鉄道を含む地方ローカル線や路面電車への導入が各地で検討されている。乗り心地は道路上走行時はバスと同じで、レール上走行時もやはり列車と同じである。レール上走行時は列車特有の ガタンゴトンという音がするが、外見そのものがバスとそっくりなため、その様子はバスが線路の上を走っているように見える。鉄道と DMV のコスト比較及び、水陸両用車を含めたデュアルモードのメリットについて、国土交通省によりまとめられている。また、モノレール等の新交通システムとして列挙された DMV の特徴は、次の通り。 発案者であり、開発式を担当した JR 北海道の当時の副社長の柿沼博彦は、本車両製作のきっかけを2002年、平成14年に幼稚園の送迎バスを見て、わずかな改造でそのまま線路上に乗せられるのではと考えたと語っている。詳細は外部リンクのインタビューを参照のこと。2004年、平成16年にマイクロバス、日産。 シビリアンを改造した定員34名の第一次試作車、愛称サラマンダー901が完成し、日高本線で走行試験が行われた。偽装など加工組み立ては JR 内部機関区にて、自動車としての構造変更等の経験及び実施例がないため、軌道除雪車製作及び一般同様の除雪車の製作で関わりのある。 株式会社日本除雪機製作所が行っている。なお、ベース車両は1999年で製造が打ち切られている旧型シビリアン W40 型系である。2005年、平成17年には2両を背中合わせに連結できる新型の第二次試作車911、912が製造され、同年10月3日に、 関北本線北見駅西目万別駅目万別空港間で実用化を前提とした走行試験を行われた。この2両は1999年のフルモデルチェンジ後のシビリアン W41 型系をベース車両としているため、前年の車両とは車体各部が異なる。2006年、平成18年には、 静岡県富士市が市政40周年記念事業として JR 北海道より車両を借り入れ学南鉄道、現在の学南電車学南線にて11月24日から26日まで夜間走行試験を実施。翌2007年、平成19年の1月14日と21日にデモンストレーション走行として学南原田駅にモードインターチェンジが作られ、 市場踏切との間で、片道鉄道、片道道路の往復運転を行った。2008年、平成20年には、南阿蘇鉄道で、2009年、平成21年には、天竜浜名古鉄道で、試験運行が行われた。また当時は、毎年、内部工場公開の際に、DMV の試乗も行っていた。2007、平成19年度、 2008、平成20年度は4月から11月まで、第二次試作車を使用して、専門本線浜小清水駅発着で、試験的営業運行が行われ、浜小清水駅から、もこと駅まで線路を走行。もこと駅から、浜小清水駅は、国道244号やもこと湖、東仁駅を周遊する、道路走行を行う。運転日は土曜、日曜、祝日、 長期休暇期間のみで1日3便運行する。2008、平成20年度は、道路走行を担当する、網走バ,バスの改装を利用し、1便目は、網走駅前より、3便目は、網走駅前まで乗車できた。旅行商品という形のため、乗車には事前に、申し込みが必要。なお、DMV 車両は、鉄道車両としての車席を有していなかったが、 試験的営業運行を実施するために2007年、平成19年3月15日付で、車席を与えられ、釧路運輸車両所に配置された。同年10月21日12時20分頃、浜小清水駅構内で、試験的営業車両が軌道へ乗り入れて走り出した。直後に脱線事故を起こしたが、乗員乗客に怪我人は出なかった。 走行モード切り替えのための停止位置を示す標識がずれていたのが原因とされ、標識を正しい位置へ立て直した後に10月27日から試験的営業を再開した。2008年、平成20年の東野子サミットに合わせて、トヨタ自動車、日野自動車、富士重工業の協力を得て制作された第3次、試作車、920が登場した。車体は、 トヨタコースターがベースで定員も増加している。ただし、鉄道車両としては前後の車輪の間隔が長いため走行安定性に難があり、車検を取得していないため行動を走ることもできない。また、この車両の登場と同時に DMV の相性を進化論を提唱したチャールズ・ダーウィンにちなんだダーウィン都市、旧来の日産シュビリアンをベースとした車両も愛が変更された。 サラマンダー901ダーウィン901。ついで、試験用営業、DMV 社である911.912の定員16名から、車体長を若干長くし、7250ミ、mm、リ8200ミ、mm、リ、定員28名とした車両921も通し、サミット会場近くのビジターセンターの駐車場において、仮設線路を設置しての走行や、 モードインターチェンジにおける走行モード変換装置を使っての試乗会が二千八年七月に実施され、こちらは車検を取得、ナンバープレートも交付されており、行動走行が可能となっている。二千九年、平成二十一年十一月十二日から十一月十五日に、明治鉄道、岐阜県江な市で行われた夜間試験走行では、このコースターをベースとした車両、 921が使用され、営業運転終了後のシニアに実施、同市岩村町の岩村駅から明智駅までの線路を鉄道車両として走行、バスの形態で国道363号を岩村駅まで走行した。計測機器を積み込んで、線路上での最高速度を変更するなど、1日3往復半から4往復半の試験走行を繰り返し、振動、カーブでの走行、 傾斜が強い同鉄道の勾配部分での加減速性能などのデータを計測した。江那市は実際の導入を行うためには未確定事項や検討事項がたくさんあり、引き続きの検討が必要と認識しており、同じ車両を用いて2010年平成22年の3月20日から3月23日の昼間時曜日に岩村駅から明智駅を経由し、 観光スポットを回るルートなどで実証実験を行った。なお、明治鉄道はバスを運行していないため、バス形態での運行区間は、東農バスが担当した。JR 北海道では、早ければ2015年、平成27年にも営業運転の開始を予定していた。しかし2013年、平成25年に DMV とは、無関係に事故が多発した影響で、 同年9月27日、安全性向上の優先を理由に営業先区の選定作業を中断したことが明らかになった。当時 JR 北海道の会長に就任していた柿沼博彦は、この重大な事故多発問題の責めを問われ、会長職を退いて顧問となったがすぐに JR 北海道から辞職せざるを得なくなった。2014年4月からは、道都大学教授に就任し、 DMV 開発を直接推進できる立場ではなくなっている。その後2014年、平成26年3月を最後に試験運転を凍結。同年9月10日、JR 北海道は安全対策と北海道新幹線に経営資源を集中させることを理由に DMV の導入断念を発表した。さらに2015年8月、JR 北海道は DMV 開発にこれ以上資金を投入し続けることができないとの判断から実用化自体を断念、同社としてはこの事業から撤退することになった。今後開発過程で蓄積した関連データなどは求めがあれば外部に提供するとしている。一方、2017年、平成29年2月に入ると、高波被害でバス代行を行っている日高本線において、 沿線自治体から DMV 方式の導入による運行再開案が提示された。同年4月、沿線自治体などによる JR 日高線沿線地域の公共交通に関する調査、検討協議会が設置され、DMV 導入の可否を含む地域公共交通の方向性について検討を開始した。JR 北海道は同年10月12日、JR 日高線、 無川様に関沿線地域の公共交通に関する調査検討協議会にて DMVBRT 乗り合いバスのいずれかを代替交通とするか方向性を決める方針とお聞きしておりますとの動線に関する沿線地域への相談状況を示した。同年11月協議会がコンサルタント会社にコストなどの試算を依頼した DMVBRT 乗り合いバス3通りの代替手段の 比較検証結果が報された。これを受け、2018年、平成30年7月30日の協議会の会合にて多額の初期費用や事業者確保の問題から導入断念が決まった。同日、協議会は解散した。かねてから DMV の導入を検討していた朝海岸鉄道、徳島県が2020年までに DMV を導入することを決定した。 DMV の本格的な営業運行は世界初となる。2017年2月3日に徳島県、高知県など関連自治体で作る阿佐あずま線 DMV 導入協議会の会合が徳島市で開催され、その結果 DMV 導入計画が承認された。計画によると線路を走行するのは JR 四国麦線波海南駅。 麦線の終点が天駅の一つ手前の駅、朝海岸鉄道、浅東線関能浦駅間で、関能浦駅より先は道路を走り室戸岬方面を結ぶとしている。DMV の運行の起点が淡海南駅となっているのは、DMV が片運転台であり方向転換が必要であること、また、海部駅は高架駅であるため同駅で、 方向転換させるためには大規模な改造工が必要である一方、阿波海南駅は地上駅であり海部駅ほどの設備投資が不要であることが挙げられている。関の浦駅では、高架線の終点から地上の道路に降りるスロープを新設し、そこから一般道路を通って室戸岬を目指すとしている。また、DMV 導入後は、麦線の運行上の終点は阿波海南駅とし、 川海南駅、海部駅間は DMV のみの運行とする予定である。なお、DMV 導入の正式決定に先立ち、2011年9月より、麦駅と四宿駅で、モードインターチェンジ設置工事に着手し、また、苗保工場にて、JR 四国と徳島バスが訓練を行った。2011年11月から、実証実験を開始し、2012年2月に、 四宿駅、麦駅間を、往路は道路、袋は鉄道を利用してデモンストレーション走行を行った。2016年2月には徳島県交通戦略課が今後10年以内に麦線淡海南駅から浅海岸鉄道館の浦駅までの約 10km の区間に営業運行を実現させることを目指す方針を発表した。DMV を観光資源として活用し、 将来的には、関野浦駅から道路を用いて、高知県室戸岬方面への観光ルート路線の設定も検討するとしていた。1962年、昭和37年、日本国有鉄道、国鉄は赤字ローカル線活性化の切り札として、鉄軌道と道路の両方を走行することのできるバスの開発に着手した。これがアンヒビアンバスである。アンヒビアン。 アンフィビーンとは、英語で、両生類を意味する。開発にあたっては、軌道走行用の車輪を車体に内蔵する方式と、別途用意された台車に、バスの車体を走過する方式とが考えられたが、前者の方式では、構造が複雑になる上、内蔵する台車の重量が重み、特に道路走行時に、時長の半分にも及ぶ始重を抱えることになることから、 台車の着脱を行う校舎の方式が選択された。国鉄では、三菱日本重工業、三菱重工業、三菱自動車工業、三菱、不送トラックバス CR-480 系の車種を用いて試作車を製造し、043型と命名した。車体は国鉄の指定で、富士重工業製となっている。同社は同年6月に、 鉄道開業90周年を記念して開催された、伸びゆく鉄道科学大博覧会に出品された。しかし、この043型は軌道に乗せるために、専用のジャッケを必要とし、変速機からのプロペラシャフトやブレーキ配管の接続を必要とするなど、軌道走行モードと道路走行モードの転換に、多大の手と時間を要したため、結局実用化されることはなかった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。